霊夢さん、今回はフラウボーについてなのですが。小生さん、彼女はファーストガンダムの中で男性に一番人気があったんじゃないかな。あの可愛らしさからファンがたくさんついたようですね。今回はそんな彼女の壮絶な人生について。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速お話ししていきましょう。富野監督はフラウボーのことをあの子は大切にしたい子だと発言したりしているくらいですから。お気に入りなのがしっかりと伝わってくるよね。そうですね。そして彼女は最終回に至るまでに全く人の血で拳を染めていないなくてですね。富野監督の作品では珍しい。そんな彼女の人生はとても壮絶なものでございました。壮絶すぎる。例えば小説版機動戦士ガンダムの彼女のストーリーはとても悲しいものなのですよ。どんな感じなのかな？アニメ同様ですね、サイドセブンで木馬に避難民として乗り込むのですが、最初から軍人のアムロと違って民間人の彼女は間もなくルナ2で下巻させられてしまうのです。以後彼女はアムロとの再会を夢見ながら、ひたすらルナ2で孤児の滑舌、喫下の面倒を見つつ、下働きに明け暮れることとなるのですが、後に戦死したアムロの跳躍するシーが、ルナ2基地内のベッドで熱に浮かされる彼女の元へ訪れるのですよ。そして思いが届いた喜びもたばの間、彼女はアムロと永遠の別れを余儀なくされて、号泣するのです。きつい。ちなみに機動戦士ガンダム G オリジンでもかなり切ないストーリーがございまして。母親代わりとしてですね、気丈に振る舞いながらも心中にある行為を受け止めてもらえず落雷するなど、アニメよりもアムロに対する思いは緻密に描写されているのですが、ニュータイプとして覚醒した彼との距離の大きさが歴然となってですね、半ば低年の心持ちでハヤトの元へ身を近づける作品後半でも、心底ではアムロを慕う気持ちを捨てられない彼女に対して重い人の投げかけるセリフはあまりにも無関心かつ無情であったのですよ。結果、彼女の涙する姿は最終決戦目前まで品質することとなるのですよ。さらにゼータガンダムでは一年戦争の終結後、ハヤトと結婚した彼女の姿が描かれているのですが、それと同時にかつ、別、喫下の3人を養子として引き取って、ハヤトとの実子も妊娠中で、すでに安定期に入っていたのですね。劇中では、夫であるハヤトが反地球連邦組織であるカラバに参加したことから、かつ、別、喫下と共に地球連邦政府の追っ手を逃れるために、第13話にてアムロの元を訪ねているのですが、しかしながら、かつての英雄としての面影のないアムロに落胆するのです。そして、彼がカラバに復帰する決意をすると、カツを託し、地球連邦政府の監視が緩いことを利用して日本へ向かうのです。この時、ハヤトの子を身ごもっていますが、間もなくグリプス戦役で養子カツを、第一次ネオ、ジオン構想で、夫ハヤトは相次いで失うことになってしまうのです。本当にフラウボーの人生は壮絶すぎた。ところでフラウボーはなんでアムロと結婚しなかったのかな？いろいろとあると思うのですが、アムロが最初の頃からどんどん成長していき、かなり別格的存在になっていったのが一番大きなところではないでしょうか。別格？ホワイトベースが連戦するにつれて、アムロ自身の成長と、そして周りが彼を見る目が変わっていきましたから、彼女もそれを自然と感じて、だんだん遠い存在になっていった。例えば、このようなセリフがございます。これは、第35話、ソロモン攻略戦です。ガンタンクが被弾し、帰還してきた彼を解放しながら、次のような泡が交わされます。何言ってるの、あなた、立派よ、あなただって。やめてくれよ、慰めの言葉なんて、こんな僕だってね、ホワイトベースに乗ってからこっち、アムロに勝ちたいと思っててこのざまだ。あなた、アムロは違うわ、あの人は、私たちとは違うのよ。ここで完全に彼女の心は、アムロから離れたということでしょう。私たちという言い方から、この時点での彼へのシンパシーも感じられるよね。そういえばですね、古谷さんがインタビューでこのようなことを語っておられましたよ。
ガンダムという作品は近未来に人類がもしかしたら直面するかもしれないというリアルなストーリーであり、未来を先取りできるという大きな魅力がありますよね。あとはキャラクターがみんな個性的ですよね。しかもアニメなのにああいうおじさんいるよなって共感できるリアルなキャラクターがたくさん出てくるんですよ。それとメカの魅力ですよね。 MS スペースコロニー軍の巨大戦艦、リアルな設定があって男の子がワクワクするような夢やロマンがたくさん詰まっています。そしてアニメながら、なぜ人は争うのか、なぜ戦争をやめられないのかといった現実社会の縮図みたいなテーマで展開する物語も魅力です。創作作品でありながら歴史ものでありドキュメンタリーを見ているような要素もあります。アムロが愛されるのは成長していくところじゃないでしょうか。戦争という極限の状況で追い詰められた中で成長していくっていう魅力ですよね。僕が一番好きなアムロのセリフは、ブライトに殴られた後の彼女への一言。悔しいけれど僕は男なんだな。幼馴染みの彼女を守るためにもう一度命がけで戦場に向かうんです。あの瞬間に少年から男になったんですよね。と、このような感じなのですね。最初は民間人だったアムロがだんだんと成長していく姿がとても良かった。このように壮絶な人生を歩んだ彼女について一つの疑問があるのですが。どんな疑問かな？他の女性キャラクターは白タイツを着用しているのですが、彼女に関してはなぜか着用していないのですよ。そうだったよね。代わりに何もつけずに生足っていうね。この理由を富野監督がこのようにおっしゃっておられました。あれは一番染めにねえ塗り違えたんだよね。生足で塗っちゃった誰かさんがいて、そっちのカット数が多かったから、このようにですね、説明されておられましたよ。はい、霊夢さんいかがでしたか？フラウボーって実際にところ、ファーストガンダムで男の人から一番人気のあった女性キャラクターじゃないなか。そうですね、フラウボーは性格も好きですし、何よりあの服装が男性好みだったのは間違いのない事実ですからね。編集後期です。今、夜だと思いますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか？この夜の静かなひととき、それが私にとっては一番好きな時間なのです。この季節の夜の時間は穏やかな気候もあり、とてもいいものです。春の夜は最高です。たまにこのようなことを動画の最後に述べてますが、どれほどの人がこんなところまで見ているのか、ということです。小生のたわごとに最後までお付き合いしていただきまして感謝しております。それでは皆さんごきげんよう。